ナイスイン。え、トンボよ。おはよう、ヨカ。やっぱり天才弓道少女は違いますね。いやいや、天才とかじゃないよ。弓道全国大会2連覇中、弓道界のアイドル秋葉ヨカ、自慢の我が幼馴染です。もうそんなに褒めても何のご利益もないよ。ところで、なんでこんな朝早くからうちの神社いるの？いやー、ちょっと宝探し。宝探し？ジオキャッシングって知ってる？ジオキャッ…何それ？簡単に言うと、この地球全体を使った宝探し。ネット上に書かれているヒントを使って誰かが隠したお宝を見つけるの。へえ、そんなのあるんだ。それで今話題になってるのがこれ。カード？そう、なんかご利益があるカードみたいで、これをスマホの裏に入れておくと恋愛運がアップしたり金運がアップしたりするんだって。本当かな。それでさ、見てこれ、なんか100万円で売れてる。え、すごっ。でもこれどこかで見たことあるよ。え、本当に？このカードは心霊スポットとか神社とかに隠されてるらしくてさ、もしかしたらヨーカのとこの神社にもあったりしてって思ってさ。大金持ちになったら何買おうかな。ちょっと金早すぎ。そうだ、ヨーカも放課後一緒に宝探しやらない？いいじゃん。見つけたら1割くらいはヨーカにも分けてあげる。半分じゃないのかよ。冗談冗談。もうしょうがないな。じゃあ放課後学校前に集合ね。了解。もしもし。玉木、今どこにいる？今パパは秋葉原で散歩させてるとこ。ちょうどいい。今日秋葉原にカードが持ち込まれるという情報が入った。何をしてでも確保しろ。めんどくさい。おい、約束を忘れたか？冗談だポン、そんな怒らないでよ。我々の計画実現にあのカードが。もう探すの面倒なんだからね。バイバイ。じゃあパパ、カードを持ってそうな人片っ端から探して。いってらっしゃい。バイバイ。ただいま。あ、お帰りようか。おはよう、おばあちゃん。神社の掃除終わったよ。お疲れ様、ようか。いつもありがとね。私にできることこれくらいしかないし。こんな私のために無理してお手伝いしなくていいんだよ。おばあちゃん、腰悪くしてるし、私の唯一の家族なんだからそんなこと言わないで。あ、弦の替えてどこにあったっけ？あ、確か押し入れの奥にあったはずだよ。あ、ありがとう、おばあちゃん。なんだっけこれ。 QR コード？秋葉ヨーカ様、プレイヤー認証確認しました。アプリケーションをインストールします。お父さん見て、できた。これお父さんにあげる。おお、ようかうまく描けたね。これ何描いたの？お友達、お池で一緒に遊んだの。かけてる。
仲良くするんだよ。必ずお前を守ってくれるから。うん、わかった。お父さん、お母さん。ようか、学校行く時間じゃないかい？え、私気づいたら眠って。え、もうこんな時間？おばあちゃん、行ってきます。あ、ちょっとお待ちなさい。これは何？これ、巫女も、ようか、あなたも。今日は標識を持って行きなさい。今日は夜回り当番じゃないよ。もし何かあったらこれを叩きなさい。塗りとはいつものやつでいいから。うん、わかった。気をつけてね。うん、行ってきます。大丈夫かい、お嬢さん。え、剣早いよ。君大丈夫？大丈夫です、ありがとうございます。すごい個性的なワンちゃんですね。え、君。あ、急がなきゃなので失礼します。あの子、剣のこと見えたね。ワンですな。気になるけど倒したなきゃ。追わないと。ワン。トモエ遅いな。あれ、バーズプレイヤーズ、こんなアプリ入れたっけ。お待たせ。え、その格好は？いろいろ準備したんだよね。トモヨカの都市伝説探訪チャンネル。都市伝説好き JK ことトモヨと、そして、え、相棒の美少女ヨウカちゃんです。え、なんでカメラ回ってるの？ YouTube でも始めようかなって。え、ヨウカちゃんの魅力を視聴者に届けたくってさ。まあいいけどさ。最初のヒントは、あ、鍵は降りることのできない地下室の上にある。なるほど、興味深い謎ですね。それではレッツゴーゴー。ねえ、あれ見て。あれ、降りれない地下室ってあれじゃない？あ、本当だ。秋葉にあんなところがあったなんて。あった。ねえ、なんて書いてあるの？紅のクローバーに守られし、結界の下に。あ、あれ、赤いクローバー。本当だ。あった。順調だね。メイドさん？あの、一つください。そうです、これ、鍵ゲット。次のヒントは、最後のヒント、ほんと意味わかんない。ねえ、鳥に車に芋に虫。あー、ちょっと疲れたね。ちょっと休憩しよう。うん、私ちょっと芋の買ってくる。うん。
ねえ見て、この自販機ヤバすぎない？本当だ。あれ？これヒントと同じ並びじゃない？本当だ。あ、カード出た。これで私も一攫千金、大金持ち。私たちね。あ、見つけた。ありがとうパパ、ご褒美にこれあげるね。あー階段きっつー、見失っちゃったね。あ、ありませんでした？え？知らないポン？本当に本当に知らないんですか？たまよ、失礼だよ。じゃあ私行くね。 ありがとうございました。もしもしパパ、今すぐ迎えに来て。もう諦めなきゃダメなのかな。諦めよ。はあ、私の100万円。タマキちゃん、お待たせ。パパ、私お昼寝タイムなので、ちょっと寝るから、私のこと守ってね。はい。それじゃあ行くよ。ソウルインジェクション。あなたから式神の気配がするの、どうして？やだ、来ないで。火の用心、火の用心。何してんの？笑えるんだけど。公安だ。はにゃ。お前はバーツ不法加入罪およびマナ窃盗罪の容疑で現行犯逮捕する。ち、公安かよ。君たちは隠れて行け。け、騙せ、剣だ。パパ、剣下、ポンポコパン。うん、さあ、始めようか。魂の演奏。ワン、マスターの演奏を聞くと力が湧いてくる。
かり起こさしてる。もしかして、それは引き紙カード。君、アプリでそのカードをスキャンするんだ。アマピエの私益契約を実行しますか？確認しました。実行します。イラストのあなた、アマピエっていうのね。アマピエ、あれなんとかできる？アマピエすごいね。よしよし。はにゃ、びしょびしょなんだけど。最悪。そんなもんで私を倒せると思った？ほら、パパ起きて。ポッポカアタック。ラッキー、超レアカードじゃん。あなたの式紙ももらっていくね。はにゃ、何？この子の力借りるわね。式神創術、渦神のまといや、暴れる魂を清めたまえ。あー、パパ。大丈夫か、ヨウカ？でも、どうしてここに？標識を鳴らしてくれたでしょ。さーて、私の可愛い孫に何してくれるんだい？悔しいけど、ここは退却とね。別にいいもん。目的は果たしたし。待て！バイバイ。ソウルキャリブレーション。待て、くそ。友よ、大丈夫？友よ、ちょっと待って。水神の癒し、萌え萌えキュ。いいんだよ、こうして無事だったんだから。初馬、お久しぶりです。タクト、あんたもっとシャキッとしんさい。ごめんなさい、油断しました。え、二人は知り合いなの？初馬は秋葉陰陽塾の塾長で、僕の先生なんだ。腰やっちゃってね、引退したんだけどさ。おばあちゃんが陰陽師？そうか、君は秋葉さんの娘さんだったんだね。このカード、君のお父さんが考えたシステムなんだよ。お父さんが？あのさ、おばあちゃん、私に陰陽師のこと教えてくれない？私、このカードのこととか陰陽師のこととか知れば、もっとお父さんとかお母さんのこと知れる気がして。私の修行はちょっと厳しいよ。あの日々は本当に地獄だったよ。こら、ビビらせるんじゃないよ。おばあちゃん、いや、先生、よろしくお願いします。